ひじそむるやろ。あやかりチャンネル。市木島姫。市木島姫。ここはだからもう那須さんにとって一番のあやかりがあるポイントなんじゃないかなと思って。へえ。すごい知識。例えばまあ参拝していただいておみくじも引いたんですけど、はい、なんで今日那須さんに三嶋大社だったのかっていう、うん、その那須さんとこの三嶋大社と結ぶ共通点というかポイントというか、うんうん、なんでなのかっていうのはまだ説明してないですけどね。まあそうですね、はい、もっと近場にあったんじゃないかとも思ってますから。三嶋まで小津との近くの神社でよかったのに、はあ、どうだったのかなっていう、ああなんでわざわざここなのかっていう、はあ、教えてくださいよ。じゃあぜひそこに向かいましょう。かわいい、すごいね、すごいんだよ。すごいかな。狛犬もなんか気にしたらええのに全然気にしてないもん。いいな、仕込みじゃん。かわいい。じゃあね、実は、はい、まあ、これ参道参拝してきましたよね、うん、これ参道に向かって両方に池ありますよね、はい、ここ実はそれぞれ違う水が湧き出てるんですよ。こっち側は箱根の山から地下を通って流れてきた水が湧いた池、うん、こっち側は富士山から地下を通って富士山から来た水が湧き出てる池なんですよ。色が違う。そう、日によってね、明確に色が違う時ありますから。濃い緑茶、うん、薄めの緑茶、そういうことです。へー。で、なんでそんな、なんていうんですか、例えばその今色がまあ近いじゃないですか、うん、これね、下で実はつながってるんですよ。参道の下で別々のところから来た水で別々に湧いてるんだけど、池として一つにつながってるっていうところなんですよ、うん、へえ。でも色全然違いますよね。まあ、苔が違うのかな、苔の量が。いや、湧いてるね、雨降った次の日とかはもう明確に湧き水が違うから色が違うんですって。へえ。だからそこにあの育つ植物も必然的に変わってくるじゃないですか。サメいない？サメは俺サメは俺あれ大きい白い鯉、白い鯉か、はい、ここを僕はソムリエポイントだと思ってて、うん、だからご結婚されて1年2年ぐらいですよね、はい、うん、なんでプライベートのパートナーはご主人、うん、で仕事のパートナーはカズさんじゃないですか、うん、カズレーザーさんじゃないですか、うん、別々の方が来てるんですけど、うん、両方の真ん中に那須さんに立ってもらって、うん、両方のエネルギーを受けてほしいと思ったんですよね。なるほど、違う水であれど、はい、そこをで下でつながってるっていうところで、ここはだからもう那須さんにとって一番のあやかりがあるポイントなんじゃないかなと思って。母体ですね。そう、母なる母体です。なるほど。なんでこっちがご主人かって言ったら、こっちに神社があるんですよ、はい、でこの神社厳島神社って、あの広島の厳島神社と同じ神様が祀られてて、女性の神様なんですよ。参道真ん中湧いてきてる水は別々やねんけど、まあ仕事とプライベートってことで、プライベートの、まあ、旦那さんに見立てた方の池に那須さんと同じ女性の神様が祀られてるっていうので、しかも厳島神社って何さんですか。市木島姫。市木島姫。市木島姫はめちゃくちゃ可愛い神様って言われてる。ありがとうございます。で市木島で、市木島姫みたいやねっていうので、うん、市木島市ね、市木島市、美しいっていう語源になったとも言われてるんですよ。へー、すごい知識。参拝しました。しかも芸術の神様でもありますから。あ、そうなの。芸事。へー。さっきになっちゃんが言ってたあの、琵琶の話があるんですけど、市木島姫は琵琶を持ってる姿で描かれる。あ、そうなの。はい。へー、すごい、すごい。鳥の中を歩くような感じあります。大丈夫です。芸事に、うん、2回行きます。1回。
水のど真ん中ですからね、健康にも絶対、うん、そのなんか別にそのスピリチュアルな話をしてるんじゃなくって、はい、水が豊富なとこ行くと単純に気持ちいいじゃないですか。確かに水好きですか？泳ぐの好きですか？あ、本当ですか、はい、じゃあ御朱印行けます？いいですか、御朱印。御朱印帳忘れちゃった。ちょっと聞いてみましょうか、あの紙で頒布してもらえるか。ああ、紙で。そしたら持って帰って貼れますもんね。ああ、確かに。いいですか、あれば。あればなんですけど。三嶋大社の御朱印受けました。今あのコロナ対策ということで、紙での頒布ということになっております。ソムリエとして初めて、今まであのその画面を通じて前の皆さんにお伝えしてたんですけど、やっとこう実際にお連れすることができて、僕としてはもう良かった、大満足です。三嶋大社の良いところ全部言えましたか？はい、いや、まだありますよ。まあそれはあのご縁があるから。いや、だからそう、一番大事なのはここからですよ。納得したかしてへんかったかで、うなぎを僕がご馳走する、まあまあどっちでもいいですけどね、はい、それがかかってたじゃないですか、はい、ちょっと半信半疑だったじゃないですか、はい、どうでした？二つの湧き水が、うん、こう一つのところにねあるっていうのは、はい、すごいいい情報というか、はい、素敵な楽しい知識でございました。ありがとうございます。ただ、はい、あの三嶋神大社さんは、はい、もう最強にいい大社さんだっていうのは分かったし、そうそう、水が集まってきてますからね、はいはい、で、おごってもらいたいって思ってるところは、はい、話が長いっていうところです。もっと簡潔にいっぱい教えてほしかったなって。あ、歯切れよくね、ね、ここがあれ、はい、ここがあれじゃなくて、はい、もう一個一個が長かったっていう、そうですね、次回に生かしたいと思います。はい、ご縁がありましたらよろしくお願いします。もうご縁がありましたらってことで、ご縁ないってことですね楽しかったです。ありがとうございます、はい、島田秀平さんです。どうもお願いします。島田秀平です。お願いいたします。宝くじの高額当選者薬指の下に米印が入ってたんですね。宮城県に金火山小金山神社というところあるんですよ。なのでと書くんですよ。悔しい悔しい、めちゃくちゃ面白い今日もご覧いただきありがとうございました。この後、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。安藤さんからもよろしくお願いします。安藤さんからもよろしくお願いします。なんで、いやもう見る人は押す人は押すんで、はい、皆さんを信じて、はい、登録してもいいし、バットボタン押してもいいし。いや、バットボタンは、はい、進めてない。でもまあ楽しいチャンネルだと思うので、はい、ぜひ通りすがりに見ててください。お願いします。